こんにちは、あたりです。今回紹介するのはこちら、アイカツダブルメダルチャームです。あたりチャンネル。こちらはアイカツに出てくるキャラクターと、あとそのキャラクターに関連するモチーフのメタルチャームがダブルでついている食玩です。さらになんとアイカツカードまで入っています。はい、パッケージはこちらです。こちらがほぼ商品サイズということでね、このチャームが2つついています。そしてアイカツカードが1枚。ラインナップは全6種類で、いちごちゃん、あおいちゃん、せいらちゃん、きーちゃん、そらちゃんにマリアちゃん、このね6人6種類となっています。というわけで今回6種類全部買ってきました。じゃあまずパッケージから見ていきましょうか。まずは、いちごちゃんね、さっきも見せましたいちごちゃんです。そしてあおいちゃん、はい、あおいちゃんとこのフューチャリングガールのマークがついています、はい、そして3番目がせいらちゃん、はい、こちらが、スイングロックのマークかな、はい、そして、4番目が、はい、キーちゃんとあとブレインサンダー、はい、そしてこちらが、ソラちゃん、ソラちゃんと、名前忘れちゃった、はい、このオウム、そして、はい、こちらが、マリアちゃんですね。マリアちゃんとこちらの、あれです、はい、それでは1個ずつ開けていきましょう。まずはいちごちゃん、僕の大好きないちごちゃん。さあいきますよ。3、2、1、でーん。あ、カードから出ちゃったカードから出ちゃった。はい、そしてガムと、はい、こちらがメタルチャームですね。若干ちょっと小さいかなと思ったんですけども、はい、こちらがメタルチャームです。開けましょう。はい、1つ目はいちごちゃんのメタルチャームですね。いいっすね、かわいいですね。裏はこんな感じ。大きさとしてはガムがこれくらいですね。カードと比較するとこれくらい、はい、これくらいの大きさですね。思ったより小さかったね。ちなみにパッケージのチャームの大きさと比べるとこんな感じですね。まあ本当にほぼ商品サイズって感じですね。はい、そして付属の、アイカツカードがこちら、ピンクトルテブラウスということで、はい、こちらが2014年第1弾の再収録カード、はい、そしてデザインがオリジナルになっています。これデザインが違うとか色が違うとかってあるんですけども、ゲームでどれくらい反映されるのかはちょっと僕はわからないですね、はい、それではどんどん開けていきましょう。次は葵ちゃんです。いや、先日のね、葵ちゃん回はね、ものすごく面白かったですね。本当に面白かった。いやー、そしてじゃあアイカツカードから出しましょうか。アイカツカードから出します。はい。そして、ガムは出します。チャームが、はい、いきます。せーの、じゃーん。葵ちゃんだよー。はい、こちらが葵ちゃんのダブルメタルチャームです。はい。はい、はい、いいですね。フューチャリングガールのマークと、はい、葵ちゃんのメタルチャームです。なるほど、可愛いんですけど、なんて言うんでしょうね、若干やっぱりちょっと目が違う感じがしなくもない気がするんですけど、どうですか。はい、こちらがパッケージです、はい、どうでしょうね。どうですか、皆さん。どうですか、そんなことはない。はい、そして付属のアイカツカードがこちら、ブルートルテブラウスとなっています。でこちらが、絆創膏の再収録カード、はい、絆創膏の再収録カードで、デザインはオリジナルだよということで、はい、そして裏はこんな感じになっています。はい、指輪の魔法使いかな。はい、それでは3つ目、セーラちゃんを開けたいと思います。もうね、パッケージの時点で相当可愛いですね。はい、というわけで開けましょう。おっと、そういえば2年目に入ってから葵ちゃんがラインナップされてないことが結構多くて、葵ちゃんなんでラインナップされてないんだろうと思ったんですけども、はい、あ、そうこう言ってるうちに出しちゃいましたね。はい、今回はランちゃんがいないですね。あれ、ガムが出てこない。ガムね。はい、そしてチャームがこちら、じゃじゃーん、セイラちゃんだよー。はい、こちらが3つ目、セイラちゃんです。はい、文句なしですね。文句なしでかなり可愛いです。はい、セイラちゃんです。はい、そして付属のアイカツカードはこちら、ルージュドリームベストということで、2014年の第1弾の再収録カードとなっております。デザインがオリジナルですね。
それでは4つ目、三枝キーちゃんを開けます。はい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 、アイカツカードを出して、ガムも出して、チャームが出たー。はい、4つ目はキーちゃんです。そして一緒についてるのはこちらブレインサンダー、いつも飲んでるやつですね。なんかパッケージより可愛い気がするんですよ。こちらがパッケージですね。あ、ちょっとピントが合わないかな。どう違うのかと言われたら、まあ答えられないんですけども、なんかこう目が近寄ってる感じがする。うん、それだけ、それだけでやっぱりだいぶこう幼さがね、こうキーちゃんの持ってる独特の幼さがなんか再現できてるような気がしないでもないですね。はい、キーちゃんでした。そして付属のアイカツカードがこちら、ライムドリームケープというわけで、これもあれですかね、キーちゃんがいつも着てる服ですかね。で、こちらが2014年第1弾の再収録カードとなっています。はい、そして5つ目、ソラちゃんですね。それでは開けましょう。ででででで、で、で、はい、こちらが、カードとなっています。そして、ガムを取り出し、チャームが出た!出たー!はい、こちらが5つ目、ソラちゃんです。しっかりこのチャームポイントのほくろも再現されていて、いいですね。そしてこちらがオウムのパームくんですね。はい。聞いた話によると、小さな、女の子たちの間で、このソラちゃん、結構人気らしいんですけども、噂によると、ほくろが邪魔って言われてるらしいですね。一番のチャームポイントなのに、邪魔って言われるね、この扱い。はい。そんなソラちゃんでした。そして、付属のアイカツカードがこちら、スカイドリームコルセットですね。こちらが、2014年第1弾の再収録カードになっています。はい、こちらですね。2014年の第1弾。はい、再収録カードです。はい、そして最後、マリアちゃんです。開けます。マリアちゃんはどんな感じなのかな?はい。はい、まずはアイカツカード出して、して、よいしょ、ガムを取り出し、こちらがチャームとなっています。はい、そして最後、こちらがマリアちゃんですね。姫里マリアちゃんですけども、なんか違うな。なんか違うな。はい、こちらがマリアちゃんですね。やっぱこの髪型の再現は難しいですよね。縦ロールをこの、ね、これで再現するのはちょっと難しかったんじゃないかなと思っています。まあでもラインナップしないわけにはいかないですからね。そしてこの、こっち何ですかね、これ。これなんだろう。なんかマリアちゃんって、牛とお花のイメージが強いので、なんかこの星型なんだろう、なんかのモチーフだっけ、これオーロラファンタジーではないですよね。ちょっとわからないかな。はい、そして付属のアイカツカードがこちら、アプリコットドリームブラウスということね。で、裏がこちらです。はい、今回買った6つを並べてみました。皆様どれがお好みでしょうか。僕のおすすめはやっぱり、いちごちゃんですね。いちごちゃん。そして、やっぱりこのね、セーラーちゃんは可愛い。相当可愛い。これは、本当に文句なしで一番可愛いです。はい。セーラーちゃん。もう一回見せます。はい。セーラーちゃんが一番可愛いです。で、僕が行ったお店だけかもしれないんですけども、まだ開封したてで、10個、1箱に10個入ってるんですね。で、10個入ってて、いちごちゃんが、三つか四つ。で、セイラちゃんも三つぐらい、三つぐらいあったのかな。で、キーちゃんとアオイちゃんが一個ずつしかなかったんです。なので、もし、キーちゃんとアオイちゃんが欲しいという方は、なるべく早めに探して見つけて買った方がいいと思います。はい。あたりチャンネル。はい、ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回紹介したのは、こちらのアイカツダブルメタルチャームでした。このキャラクターとモチーフのダブルメタルチャーム、そしてこのアイカツカードが1枚ついて、なんと263円、はい、まあ妥当な値段かなと思っていますね、はい、それでさっきも言ったんですけども、アソートによっては結構手に入りにくいものがあると思うので、まあね、この動画を見て欲しいと思った方は今すぐコンビニにダッシュしてください。はい、それではまた次回。
バイバイ。あたりチャンネル。